カオサン通り、カオサン通り、タノン、カーオサーン、は、タイのバンコク、プラナコーンク、のバンランプーにある道路の名称。カオサンロードとも呼ばれる。外国人バックパッカーの溜まり場として知られる。カオサンとはタイ語で、白米の意味だが、もともとはこの周辺に、米問屋が多かったことに由来する。三百メートルほどの通りにはバックパッカー向けのホテルや、ゲストハウスが軒を連ね、 レストラン、インターネットカフェ、旅行代理店、古本屋、ランドリー、医療品店、土産物店等、旅行者に必要な店がずらりと並ぶ。生絞りのオレンジや台風、ミルクティーなどの飲料や、果物、パッタイ、ガイアーン、ロティ、ケバブ、食用の虫などを売る屋台が多い。中には、海賊版の CD や DVD を売る店や、 国際運転免許証や国際学生証など、身分証明書の偽造を引き受ける、怪しげな店や、タトゥーやパーマ、タイマッサージをする店なども存在し、混沌とした情景を醸し出している。セブンイレブンや、ファミリーマートなどのコンビニや、マクドナルドや、バーガーキング、サブウェイなどのファーストフード店、スターバックスなどの喫茶店なども、通り沿いやその周辺に存在する。 またこのようなバックパッカー向けの施設が多い地区は、並走するラムブトリ通り、T 字路を形成するチャクラポーン通りなどへ拡大傾向にある。タイ国内を旅行するもののみならず、ミャンマーやカンボジア、あるいはインド、ネパールなどを旅行するバックパッカーもまず、カオサンロードに拠点を置き、情報収集や航空券の購入をすることが多い。タイはこれらの国々よりも正常が安定しており、また、 航空券の手配やインターネット接続が容易なためである。このため世界中のバックパッカーがここに集まり、旅行者の中にはカオさんをバックパッカーの聖地と呼ぶものも多い。しかし近年、エアアジアやノックエアなど万国発着の格安航空券がネットで買えるようになり、以前ほど航空券の手配のためにカオさんを訪れる人は少なくなっている。さらにインターネットの普及により、 旅の情報を得るためにカオさんを訪れたり、宿泊したりする人の数は減少している。そのため、カオさんを訪れる客層も、旅の情報収集やチケットの確保といったことを目的とする本来のバックパッカーから、西洋人や洋風喫茶、レストランの多いカオさん通りそのものを観光地とする旅行客にシフトする系にある。ただ、航空券以外の旅行パーツ、 長距離バスや現地ツアーなどの手配は業者が小規模でネット予約できる英語サイトを開設できないことも多いため。1990年代以前は現地のタイ人の中ではそれほど知られた通りではなかったが近年パブやクラブ等が続々と開店したタイ人の若者も多く集まるようになった。これらのパブやクラブ内には100インチ規模の大型スクリーンが設置され、 ハリウッド映画や MTV などが放映されることが多く、タイにいるということを忘れさせるほどである。また、大音量で音楽を流す店が多いのも特徴である。しかし、日本人バックパッカーの中には、このようなカオさんの無国籍化を嫌い、国立競技場周辺などの別の安宿エリアに、上宿を移す者も,も多い。中には、嵐洋一のように、著書の中で、 カオさんはもはやタイではないと通列に批判する者もいるが、それも一つのタイの姿であることに変わりはない。かつては安宿やバックパッカーから連想されるように物価の安いイメージのあったカオさんであるが、近年は裕福な欧米人や日本人観光客が多く訪れるためか、物価は万国都内の他の地域よりも明らかに高い。特に屋台や レストランなどの飲食関係は1.5倍から2倍程度の料金設定となっている。程度の差はあるが、途上国の大都市にはバックパッカーのたまり場のような地区が形成されることが多い。ただカオサン通りは特に規模が大きく知名度も高いため、旅行者の間ではこのような地区の代名詞として使用されることもある。例えば、ファングラオ通りはホーチミンのカオサンド。 最近タイ人の若者が日本でいう原宿のような感覚で訪れる。一泊100バーツ程度のドミトリーから2000バーツ程度のホテルまで100軒以上ある。予約を受け付けない宿が多く、人気のある宿はすぐに満室になってしまう。交通アクセスはバス、タクシー、トゥクトゥク、チャオプライアーエクスプレスなどがある。将来的には BTS と MRT の乗り換え駅である。 パンファリラット駅、民主記念塔付近及び、BTS プラーティット駅、王宮前広場付近が設置される予定である。時期によって、無料のバスが走っている。それを、人は、白バスと呼ぶ。見分け方は、赤色のバスの上の看板が、白色の看板に、黒の文字で書かれている。政府の低所得者向けのサービスである。南側にラチャダムヌーンクラン通りがあり。 市内各方面へ、下記の番号のバスが利用できる。3.53番のバスは、ラチャダムヌーンクラン通りではない。カオサン通り生誕、チャクラボーン通りを渡り、バットチャナソンクラムを通り抜け、プラーティット通りを北側に行くと、バンランプーサン橋への入り口がある。ここから、チャオプラヤーエクスプレスを利用して、観光名所や、 バンコクスカイトレインのサッパーアンタークシーン駅まで行くことができる。王室ゴザブネ博物館へのボートも発着する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。